マーク・アンソニー・ウェルシュ3世は、アメリカ合衆国の空軍軍人。2016年6月24日までの階級は空軍大将。第34代在往アメリカ空軍司令官を経て、2012年8月10日付で、ノートン・シュワルツ大将の公認として、第20代アメリカ空軍参謀総長を2016年6月24日まで、務めた。1953年。 テキサス州サンアントニオで空軍軍人の父のもとに生まれる。父はノルマンディ上陸作戦にも参加し、後に大佐まで登った職業軍人であった。ミズーリ州歴ントンのウェントワース軍事大学附属高校を1972年に卒業後、コロラド州コロラドスプリングスの空軍主官学校に入学。学士号を得て1976年に卒業する。 士官学校卒業後は1976年6月2日付で空軍将尉として任官、まずはアリゾナ州メサのウィリアムズ空軍基地にて操縦訓練生として約1年間にわたり空軍パイロットに必要な操縦訓練を受ける。翌1977年7月の訓練終了後は引き続きウィリアムズ空軍基地にて初めての本格的な任務となる。 t-37 練習機の飛行教官兼、訓練生クラス司令官の任につく。同職を1981年1月に移動するまでの約3年半務め、この間に中尉・大尉へと承認している。1981年1月には戦闘機パイロットの候補訓練生に選抜され、同月付けでニューメキシコ州アラモゴード近郊のホロマン空軍基地へ、 移動、同年5月まで約4ヶ月間にわたり戦闘機操縦に必要な訓練を受ける。戦闘機操縦訓練を終了した後はさらに、アリゾナ州通村近郊のデビスモンさん空軍基地に移動し、同年8月にかけての約3ヶ月間 A-10 攻撃機の操縦訓練を受ける。A-10 の操縦訓練を終了した後は、イギリスウッドブリッジ空軍基地に移動。 初の海外勤務に就く。ウッドブリッジ基地では、同基地に駐留していた第81戦術、戦闘航空団霊下の第78戦術戦闘飛行隊で A-10 の飛行共感権飛行指揮官を1984年5月まで務めている。さらにこの間には、上級部隊である第81航空団の標準化、評価担当飛行検査官も兼務していた。 また、このように、現場任務をこなす一方で、1984年には、中隊長士官学校で、1986年には、空軍式爆僚大学で、いずれも、海外勤務中のため通信教育課程を用いてでは、あるが、上級士官を目指すための教育を受けている。3年、近い英国勤務を終えた後は本国へ帰任、コロラドスプリングスの空軍士官学校に配属され、 第五士官候補生隊の司令官となる。この時は1984年5月から1987年6月まで3年1ヶ月に渡って勤務しているが、この間調査に承認するとともに、士官候補生隊総司令官付の副長に配置替えとなっている。その後一度現場任務を離れ、1988年6月までの1年管理区軍式幕僚大学で学んでいる。 また、1987年には、ウェブスター大学から、コンピュータ資源管理の分野に関する修士号を得ている。陸軍式幕僚大学での過程を終えた後は、まず1988年10月までの4ヶ月間、F-16 戦闘機への騎士転換訓練を受け、F-16 のパイロットとして現場に復帰する。機士転換後初めての任務となったのは、 ユタ州ヒルクユ軍基地に駐屯する第34戦術戦闘飛行隊の作戦担当士官としての勤務であった。ヒルクユ軍基地には1992年7月まで4年近く勤務しているが、この間に駐佐へ承認するとともに、承認後には第34飛行隊と同じくヒルクユ軍基地に駐屯する第4戦術戦闘飛行隊の隊長に就任、さらには、 万願戦争にも従軍するなど多忙な現場任務を送る。その一方で、1990年には空軍戦争大学に進み、通信教育課程ではあるが教育プログラムを受講するなど、高級軍人に必要とされる高等教育も収めている。1992年7月には再び現場任務を離れ、国防大学で1年間にわたる教育を受けた後、 翌1993年6月に初めての統合部門任務となる統合参謀本部第三部防衛宇宙作戦課長に就任1995年6月まで約2年間にわたり同職を務めた。また、この間1994年2月1日付で大佐への承認を果たしている。統合参謀本部での勤務の後は再び、 空軍部内での勤務に戻り、1997年4月にかけては、ジョージア州、ムーディ空軍基地に本拠を置く、第347作戦航空軍の司令官を、1998年6月にかけては2度目の海外赴任となる韓国、軍山空軍基地に本拠を置く第8、戦闘航空団の司令官を、1999年6月にかけては、 アラスカ州マクスウェル空軍基地に置かれている空軍航空ドクトリン研究教育カレッジのトップをそれぞれ務めた。1999年6月にはキャドリーを離れコロラドスプリングスの空軍士官学校に移動となる。二度目の空軍士官学校勤務では士官候補生たちのまとめ役であり校長に次ぐ ナンバー2のポストである士官候補生体総司令官と士官学校に併設されている第34訓練航空団の司令官を兼務、同職を2001年9月まで約2年3ヶ月にわたって務めた。また、同職在任中の2000年8月1日には、巡将に承認、召喚クラスへの承認を果たしている。2001年9月には、在欧アメリカ空軍の計画、 プログラム担当部長に捕食され、ドイツラムシュタイン空軍基地で3度目の海外勤務に着く。ユセフ計画、プログラム担当部長を約1年半務めた後は、2003年4月に、ワシントン DC の空軍本省に移動となり、調達担当空軍時間保室で、地球規模能力プログラム担当部長として、予算畑での勤務を経験している。また、ユセフ計画、 プログラム担当部長在任中の2002年2月に、少々への承認指名を受け、2003年8月1日付で、正式に承認している。その後は2005年6月まで空軍本省で、勤務した後、2度目の統合部門任務となる、戦略軍の ISR 統合機応部隊、副司令官に就任し、2007年6月まで務める。さらに2007年7月には、 空軍の航空教育、訓練軍団副司令官に移動、2008年8月まで同職を務めた。2008年8月には3度目の統合部門任務となる、中央情報局の軍事支援担当次長に就任、2008年12月の中条承任や軍事、問題担当次長職の新設、兼任などを経ながら、2010年12月まで2年4ヶ月間に渡り、 インテリジェンス畑での任務をこなす。この間には、バラク・オバマ政権への政権交代があったが、この政権交代を機に、後に、国防長官と、空軍参謀総長という形で、再び直属の上司となる、レオン・パネッタ CIA 長官に仕えている。CIA でのキングの後は、退役するロジャー・ブレーディ大将の後任として、在欧アメリカ空軍司令官に大将への承認と、 合わせて捕食され、2010年12月から2012年7月末まで、約1年7ヶ月在任した。ユセフ司令官在任中の2012年5月、パネッタ国防長官からの推薦を受けて、次期空軍参謀総長人事を検討していた、オバマ大統領より、同年8月に退役を控えていたノートン・シュワルツ、大将の公認の空軍参謀総長に指名された。 空軍参謀総長クラスの重要ポストについては、通常の召喚の承認、指名人事に必要な本会議承認だけでなく、本会議承認に先立ち上院軍事委員会による、指名公聴会で一件等を述べ審査を受けることが必要になるが、軍事委員会メンバーでもある、テキサス州選出のジョン公認上院議員が、地元テキサス州のラックランド空軍基地で発生した。 セクシャルハラスメントスキャンダルの調査、対応が不十分であるとして一時承認プロセスを保留するなど承認手続きは必ずしも順調には進まなかった。しかし2012年7月19日に上院軍事委員会で指名公聴会が開かれ8月2日に開かれた上院本会議で人事案は正式に承認された。この承認を受けて 2012年8月10日付で、シュワルツ大将の公認として、正式に第20代空軍参謀総長に就任した。コマンドパイロットの資格、ステータスを保持しており、累計飛行時間は3300時間以上に上る。機種については F-16 戦闘機を中心に、A-10 攻撃機、T-37 練習機、 tg-7 英連周期での飛行経験がある。既婚・ベティ夫人との間には複数人子供を設うけている。ありがとうございます。